なんとなくまっすぐなハイウェイよ、なんとなく曲がった気分で、まだ夜の明けきらぬ街から国道17号線を北へ、風弱く緩やかに、窓の外は冬曇り、ここは6日街あたり、君が来たことがある。行く数字の光が川を泳ぐ、果てしなく遠く空に、君の幻を見たような。なだらかな山を抜けて、誰もが冷めきらない朝に、こんにちはごきげんようと、なんとなく言葉が生きていて、物憂さは影を隠す。ここは6日街あたり、君は来たことがある。誰も知らず落とし、忘れていた心、そんな優しさを取り戻すことができるような。心はゆっくり上り調子、言い訳なんてなくて、ここより思いは遠く、ほら暗闇を抜けると、やっと日が差してきた。ここは6日街あたり、君は来たことがある。目を閉じれば今すぐにそこへ行くことができる。いつかいつかきっと君を連れて、あの6日街あたり、thank you.
て話は後から後から出てきたよ。時の経つのも忘れて一晩中の昔話、長いようで短かった過ぎし日は遠く、語りきれない思い出は心の中にしまい込んで、昔覚えた歌を歌おうよ。あぐらかいて肩叩き合い、話はまだまだ尽きない。昔の面影をどこかに残した、長い髪タバコを吸う横顔は今も思い出あるよあるよ。泣いたり笑ったりの話はまだまだ尽きない。知ってる人がいたら一緒に歌ってください。僕がよぼよぼのじいさんになったら、僕は君を連れこの街を出るんだ。きっと待っているふるさとの山や川、生まれ育った君と僕のいた街。僕たちの行くところ、僕たちの住むところ、ふるさとのあの丘さ、
あの雲の下さ。始めた雪明かり夕方、誰が来るのか一人。Thank you.
19歳10月窓から旅立ち壁でザビエルもベッドで千代紙も泣いた。水たまり濡れて泣いてるあの子
の誰。ハレルヤ、ハレルヤ。悪い天気ばかりじゃない。ハレルヤ、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレソ。シャバダビダダダダダン。Why did you stop in his daddy Stevie da 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 da? Why did daddy stop in his daddy Stevie da 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 da? Why did my mama stop in his daddy stop in his daddy da 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 da?気分は、自宅でやってるような感じでいつも行きたいなと思うんですよ。少しでも今日はリラックスしてまして、少しぐらい間違えとってことでやってる感じです。我が愛車、日々のですね、暮らしというか4トントラックを運転してる日野レンジャーを乗ってるんですけど、先日も、後輩が無線で斉藤さん4号車取れますか4号車取れますかと斉藤さん取れますかと呼ばれまして、なんだよ無線を取ったらですね、おもむろにこうラジオに向けてこうかけてるんですね、聞かせてるって、そしたらピカピカが聞こえてきまして、ずっと会社黙ってたんですけどね、三流雑誌のドンという雑誌がありまして、そこでなぎらと対談してしまってですね、やっぱり二十歳頃だと欲求満溜まってるそういう連中がああいう雑誌を買いましてですね、たまたま私が載ってたという、ずっと黙ってたんですけどね、斉藤さんって歌い手だったのみたいなこと言われましてですね、まあやりづらいところもあるんですけど、まあちょっとこう仕事をやるにはね、楽ですよ、やっぱり明日俺 ライブなんだよって早で一便で上がらせてなんていうとですね、どうぞどうぞ頑張っていってくださいって言われてですね、なんでもあんまり言わないもいいねなんかトラブルあった時にね、あの野郎歌い手のくせにってなことも並べてありますですね、なるべく隠れてたんですけど、
未だにあのピカピカがかかるわけでありまして、そのたんびに無線が入ります。最近あのギターの奏法というかですね、高田あたると一昨年から去年あたりだいぶ一緒に回らせてもらってですね、やつのピッキングを少し覚えまして、楽なんだよね、こう低音だけボン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 やってるんですね。もうこれだけであのなんか乗れちゃうというね、あこれ楽だなと思ってですね、最近これやり始めたの。最近曲がこういうのばっかりでほとんど、あの昔の曲なんだけど、それをみんなこれでやっちゃう。これでもう十分だな。それ言ってやると恥ずかしいな。ギター気分だからね、これ。落ちる日差しを浴びて、家は黄金に燃えてる。曲がりくねった山道を、君の手を引いて、草刈りの甘い匂い、いつしか君を抱いてた。この先は果てのない旅さ、ワイルドビタン、ワイルドタイタン、ワイルドビタン、シャッティタッタタン、ワイルドビタイタイタイタン、ワイルドビタイダ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 イ、オーオーオー。老けた君の顔に艶をなくしたその顔に、いつまでも微笑みの薄紅を刺して、長い旅も終わり、さてその時が来たら、霜降る朝に二つ並んだ袋になれたらね。 Why did it down? Shabby daddy down? Shabby daddy down? Why did I die down? Why did you be die 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 downWhy do to be die 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 die? Ah ha ha. Ah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  ha. Why do to be die 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 die?Why do to be da 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 da?
ライブで大体ごまかしてしまうんですけどね。去年の12月にですね、26日に骨髄バンク登録推進キャンペーン その一環としてですね、コンサートが府中の森というところでありまして、その時に、呼ばれたのは、なぎら健一、それから泉谷茂、ミッキーカーチス、僕と、それから海援隊 の武田哲也以外の2人ですね。それから、大高しずる、なかなかすごい美声でありましてですね、もう救われるような気持ちになるんですけど、その人とかも出たりしてですね、非常に盛り上がったというのか、やっぱりそのテーマがテーマだけにね、ちょっとこうもう一つ打っていけないところがあったんですけど、泉谷茂はすごいね。もうのっけからですね、もう袖から引きまくりながら来るんだけど、それでそのあったのは例のオクシのそのほら、スクールというキャンペーンをやって、全国ストリートシンガーをやったわけだけど、2000万近く集まったらしいね、一人で。でそのステージ立ってですね、泉谷オクシキャンペーンでその売名行為をしてると最近よく言われるが、もちろん売名行為だっつって開きになっちゃうね。それでステージ降りてですね、客席行ってですね、もう歌えバカ野郎この野郎っていう感じでやってまして、もう30分前ひたすら叫びまくるんだけど、弦がもう1本しかなくてね、最後はね。それでも歌ってる、それ袖でずっと見ててね、歌ってなんだろうなってすごい考えちゃったりして、もうここのとこずっとそういうこと考えてましてですね、そこに来て泉谷茂を見てですね、もう吹っ飛んでしまいましたね。もう何でもいいんだという感じがあって、で終わってから少し話したんだけど、今年はですね、普遍だけの方のキャンペーンをやりたいってこと言ってましたけど、大したもんだもん。でも自分はやらないけど、ストリートシンガーってのやらなくちゃいけないなと思いますね。やっぱり最初の原点に戻るって言うんじゃないんだけど、あの辺から始まんねと思い出さないんじゃないかって、なんか妙にこうずん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 好き勝手にしちゃってですね、だいぶ忘れてる部分があるんじゃないかなと思うんですけど、俺は周りにはストリートシンガーこれからやった方がいいよってことを言ってたんですけど、泉谷がしっかりやってしまったという感じがあるんだけど、話すと長くなんですけどね、今のずっと考えてることがありましてですね、それ話すともう愚痴みたいになっちゃうからさ、やらないんだけど。憧れか懐かしさか、自転車走らせ君の街へ、ラッシュアワー日暮れ時、路面電車を追い越して、忙しそうな路地を抜ければ君が住んでる、ここが下町、君の街、サンバ焼けたか、いきなり親父の声がする、勝ち時橋渡れば何は武士でも聞こえそうな、三味の音風に柳揺れ、姉さんこれからどちらまで、向こう三軒寮隣はひと夏こそうな、笑い声がこぼれてくるよ、サンマ焼けたか、いきなり親父の声がする、
昔も泣き笑いのここが下町三万焼けたか粋な親父の声がするああ隅田川べりあたりどこかの誰かと誰かさが何かいいことありそうな肩を並べてひそひそ話裏通りは話好きな人の良さそうなおかみさんお忙しいさんま焼けたか粋な親父の声がする粋な親父の声がする粋な親父の声がする一応ギターを今日2台か1本抱えてですね、下げてきたんですけど去年早川芳雄さん、ね、ジャックスの早川芳雄さんがですね東京のバーディーという池袋の、近くの、エコーダという駅のですね近くの、ジャズライブハウスで、久々にコンサートを開いた300から400人が入ったっていうねすごいね十何年ぶりになってですねそれも非常に若い子が入ったというそしてその彼が歌うごとにそのみんな泣き出したというねこれはもう歌い手冥利につきますよこれ泣かしちゃったっていうのはねまだ19ぐらいの時に早川さんとね、あなた森夫と2人でね、サーカスっていうグループを、グループじゃなくてそのコンサートでやってたんですね。斉藤哲夫、あなた森夫サーカスやった時に、そのあるところで最初のシングル、悩み多きものよというその曲を歌った時にですね、早川さんが近づいてきまして、ぜひ URC で君の歌をと言われましてですね、それからの付き合いなんだけど、まあ、1枚のアルバムをそこで作りまして君は英雄なんかじゃないというアルバムを作りましてですねでその時に、まあ、その渡辺勝とか鈴木圭一なんかもいたんですけどでそこでもいろいろ知り合ってですね、まあ、それから早川さんは辞めていってしまうんだけどもうその時のセリフがですね、まあ、あの人はかっこいいことなんてかっこ悪いんだろうっていうそのアルバムを出して辞めてるわけなんだけど非常にやっぱり繊細な人ですからね人間関係にすごい疲れちゃってですねまあ、そのアルバムの裏に書いてあるんだけど能書きが書いてあるんですけどね、まあ、その通りなんだけど、まあ、それをその買って読んでみてください、なかなかいいこと書いてるわけですよその裏にね裏表紙に、まあ そのアルバムを作ってですね本屋さんになってしまうわけですねそれからもうほとんど付き合いなんですけど、数年前に一度早川さんの本屋さんに遊びに行ったことあるんだけど、まあ、その時はもうベロベロでね酔っ払って何喋ったか全然分かんなくて帰ってきちゃったんだけど、まあ、まだやる気はないんだよってこと言ってたんですけど最近、かっこいいものが見つかったようでありまして歌い出してます俺は早川さんとそのアルバムを作った後にソニーの男がディレクターがですねアルバムを作ろうと言われましてメジャーに行ったわけですねその時に何かやっぱりメジャー行くんなら売れる歌作らなくちゃと思いましてですね
躍起になって作ったのがバイバグッダーサラバイといただきまして、何回やってもうまく歌えない歌です。君からしてるもんだもんだからね。遥か遠く君の歌が聞こえる。昔懐かしい心の歌。ブルメカシアロンピアノに乗せて。昔懐かしい心の歌。窓にもたれ流れに任せて。バイバイバイグッバイサラバイ、もう聞こえない。夜ごと悲しい影がドアの隙間から顔を覗かせるけれど、今宵一晩中空に聞こえる君の歌。遠く近く君はやってくる。真夜中に流れに任せて。Yeah.
最近 の、 その早川さんがやり始めてインタビューを読んでみると あまり飾らない方がいいというようなその言葉が出てるんですけど、そうなんだな。あんまりやりすぎるとね、ギターもうまくねえのに、あっち行ったりこっち行ったりコード展開したりですね、無理なことをやるんですけど、どういう性分なのかね。しかしね、次の曲は前にも言ったと思うんだけど、オサリバンと、ポール・マッカートニーをこうミックスした曲でありますよ。古いナンバーという曲です。
大体ですね、この時間になりますともうほとんど寝てますね。普段早いんですよ、もう4時起きしていくんでね、この時間だと大体もう習慣でですね、ほとんど寝てるわけでありまして、こうやってミノヤホールね、我が友人、年齢は違うんですけどね、岸田君という彼に本当にありがたく思ってるんですけどね、だんだん歌う場が上がってきますか。突然クレに電話かかってきました。くれなかったな、やりません、お客さん入んないんじゃないね、僕が来たいからって言われましたね。なかなか贅沢な男だと思いますけど、もうビビるんですね。
しなくても時は過ぎるのだから、できるだけ笑顔でいつまで頭を抱えて座り込んでいても、大切なのは昨日の君が明日何を始めるのか、大切なのは昨日の君が明日何を始めるのか。船に乗り込んで川
Thank you.
あら。イェイ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 、ワー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 。テレビメロドラマじゃあるまいし、朝から晩まで I love you。 用途ベッドでうなされて、開けてもくれても You love me。
バブル崩壊後、これから本物が生き残るという話ですね。俺なんかもう完全にその向こうのものに憧れてですね、歌やってきて、ここにしてやっぱり非常にこうね、あの日本的なるものがこうもたらされてきてですね、非常にやっぱりその自分のその、あの居場所というかですね、居場所って誰かが言ってましたけどね、今座り心地が悪いわけですね、曲を作ってても、なんかこれはどっかに出るんじゃないかとか、こう、まあ、意識的にやることもあるんですけどね、あの曲みたいな感じやりたいなとか、まあ、でもやっぱり非常にこうオリジナリティをこれからはもう非常に要求されるのではないかと、今まではもう日本の中だけでね、こうやってればよかったんですけど、もう本当世界なんで本当にこう近くに来てまして、そうするとですね、もうだんだんボブ・ディランとも戦わなくてはならないし、ポール・マッカートニーとも戦わなくてはならないと、戦ってその音楽でですね、しのぎを削るという時代が来るのではないかという感じがするんですけど、その頃にもボロボロになってますけど、ね、私が。いろんな曲があってさ、自分の中でまとまんなくてね、この前も香川亮さんと一緒に仕事やったんだけど、本当に好き勝手に、あんな感じがいいな、こんな感じがいいなって、ボブ・ディランかっこいいな、こんな感じでいこうとかですね、本当に好き勝手にあのアルバムも5枚も出してしまってですね、まあでもそのぐらいで良かったなという感じもあるんだけど、やっぱり今非常にその辺のこう散らばった感じをですね、なんとかこううまくこうまとめ上げるような曲がなんかできないかなっていう感じがありまして、非常に悩んでおるんですよ。まあその、ボブ・ディランに、憧れていた頃っていうか、それから少しそのディランが最盛期の頃以降ですね、ちょっともう後半の頃にディランみたいなあの曲を作りたいなという曲がありまして、それ海賊版で聞いた曲なんだけど、そんな感じの曲で、この1曲、そのディランの曲であったのを一般出してですね、作った曲です。
小さくもなり、あなたのお好きなように。でもあまり大きすぎる夢は見ないようにして、所詮夢も夢のうち、手につかもなどと思わずに。オーブル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 ー、いつだってブルーだった窓の外から、ブルーブルーブルー、首すり背筋が、オーブルを行き場ない男が、すり減った靴引きずらせて、汚れたコートに身を包み、ネオンサインを行けば、ほんの少しでも花開かせようと大声でわめき立てて、果てて横になるのも結構だけれど、風邪をひかないように、いくら待っても男は来ないよ。そこの家で娘さん、今までのことはみんな忘れて、スーツケースをまとめよう。どこにでもあるような話さ、路地じゃジングルベルが鳴ってる、足腰手まで冷えてくるような、世間なんてそんなとこ。オーブル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 ー、いつだってブルーだった、窓の外からブルーブルーブルー、わーブルー。痩せた老婆が管を巻く。
ジオテレビから流れ流れる、ありとあらゆる世の中は作り涙あり作り笑いありの飾られた1ページ。ややもするとその気になって薄笑い涙さえしているあなた、いつの間にか知らぬ間に本当の涙も笑いも忘れているような、ウォーブル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 ー、いつだってブルーだった。窓の外からブルーブルーブルー、首筋背筋が、ウォーブルーブルーブルー。なんかこんな曲もあったりして、これは本当の歌なのかとかこう考えたりすると時々冷めてしまったりするんですけどね。これで今日は最後にしようと思ったんですけど、もう一曲やって終わりたいと思います。最近福岡の方の、なんかこう僕を知ってる、そのレコードを聴いたという男が、曲を、使ってくれまして、なんかクリスマスから、バレンタインまでですね、なんかそのセレナールという曲があるんですけど、その曲をその、福岡だけなんですけどね、テレビに流してくれるということで、今年の6月頃には少しは印税が入るんじゃないかと楽しみにしてるんですけど、現在ラーメンは火の車でありましてですね、いつもいつも女房と、さっきのあの車用のようにね、最後はムクロに二人で雪の中で慣れたら一緒になれたらいいなっていう、あれからほど遠い状態に現在います。早くそのコミュニケート取ろうと思うんですけど、こんな感じじゃないです。もう家帰ると本当にあの暗い感じでですね、お互いブスーッとして、こうなんとか子供たちがその間でこう潤滑油になってですね、いい感じでその保ってるんですけどね。そんなもんでしょう。でも僕らの世界っていうのは本当好き勝手にやってきたのが、突然その二人結婚してですね、もう本当にもう雰囲気で結婚しちゃって現在があるという、まあ非常に真面目に来た人たちもいたりいると思うんだけど、その辺日本さんされてると思うんだけどね、俺みたいなのはもうその本当歌に惚れちゃってるところがありますですね。もうまず第一にその家族のことにも歌っていう感じがありましてですね、非常にでこんな歌を歌ったりしているわけでありまして、俺は一体誰なんだっていう感じがあるんですけど、歌なんてなきゃよかったのにっていう感じがあるんですけど、まあそのうち仲良くなるでしょう。長い髪が素敵でな、今夜の君は月も叶わぬ、見上げる窓に映る影、君に届けとセレナーデ、君を見染めたあの日から胸に熱き恋心、言葉に出せぬもどかしさ、眠れぬ夜もありました、にじむインクで恋文を書いて破りした思い、
17春の頃今宵こそは打ち明けると君の家に駆けつけて呼べど歌えど声にはならずうつむく影の意気地なさ頬を染めし憧れは所詮叶わぬ片思い君が17春の頃長い髪が素敵だな今夜の君は月も叶わぬ見上げる窓に映る影君に届けとセレナデどうもありがとうございました。また、今年取れたらまた来たいと思います。どうもありがとうございました。と言いながら、アンコールを、やらせていただきます。ありがとうございます。なんか今日反省するとかですね、気分ばっかり先行してですね、ちょっと荒っぽいところがあったんですけど、自分の中では割と久々に、ね、リラックスしてリラックスしすぎてしまったという反省があります。大体そんなでやるしかないんだな。これでいきましょうか。一人で非常にしんどいんで。ですけど、やってみましょう。
住む街にたくさんの星を降らせましょう。今夜は月明かり優しい月夜の窓辺に腰をかけて、もし興味のある方はお入りください。それからレコードも売ってますんで、もし余裕のある方はお買い上げください。ということで、またお会いしましょう。